しかしスタメン見てください、はい、ベンチにいる新庄膝が痛いらしい。これは非常に不安ですね、はい、心配です。そしていい要素といえばベイスターズこれ6連勝中の河村が先発なんですが、2回は先頭のジョンソンがフォアボール、2アウト3塁まで進んで今季初スタメンの吉田博士、はい、新庄の代役がもう初打席から活躍しましたね。おたけびです。湯船に先制点をプレゼント。続く3回はワンアウト2塁から矢野の平凡なサードゴロ、これ進藤、はい、これもうファースト完全にねタイミングアウトのところなんですけれども、坪井の走塁にごまかされました、はい、ノーヘッドです。さあ1、3塁ともセーフ。この後4番ブロワーズ、5番ジョンソンと続くんです。ブロワーズはね甘い球はヒットできるようになりましたよね、はい。そしてジョンソンはどうでしょう。ジョンソンはあの指定をこうちょっとこう立ててから非常にいいです、絶好調です。3点加えて4対0と今日はタイガースの勢いなんですか。はい、まあ、これで五分五分かなっていう感じじゃないですか、横浜のあの打線しますとね。そうですね、マシンガン打線は怖いんです。はい、ベイスターズは4回に鈴木のタイムリーで1点返して5回は進藤の4号ソロを浴びる湯船なんですが、はい、これ伸びましたよね、まあ、この5回に入って湯船のピッチングなんですけれども、スライダーがキレが悪くなった、はい、そしてまっすぐちょっと遅くなった、まあ、限界かなって気がしました。このあと3本のヒットで2アウトフルベースと湯船ますますピンチで、迎えるバッターはロバート・ローズ、はい、追い込んでインサイド行くんですけれどもね、はい、今日ローズに対しては全部インサイド勝負しましたね。これが、まあ、成功したと。ローズを抑えたのがいい結果につながると、これは言えそうですよね。さあ6回まで4対3と1点差、球場を進む嫌なムード、しかしそれを断ち切ったのが3番手遠山でしたね。はい、もうすごいいいコントロールをしてましたですね、はい、31歳の遠山、実に堂々たるピッチング、2回をピシャリです、はい。そしてその雰囲気がこの一発を生む8回のジョンソンの19号、はい、もうねずっと4点取ってから良くなかったんですけれども、はい、このホームランはなんかタイガースに勇気を与えたというかね。5対3、そして最後はリベラが出てくるんですが、この人も2アウト2塁まで行って、はい、ヒヤヒヤではありましたが、まあ、最後でどうにかもう、なんていうんですか、踏ん切りつけたっていうんですかね、はい、ピンチヒッターのポーズをサードゴロに仕留めて復活湯船に花を添える。4月22日以来、昨年4月22日以来の勝利となった湯船、長い間お待たせしました。1勝5敗の広島です。まあ、その広島が湯船から5回に1点を先制。6回の阪神は笹岡から2番田中のヒットの後、3番の新庄、真ん中低めの球、うまくレフト線に持っていきました。2塁3塁です。4番のブロワーズを迎えます。ここまでチャンスに2度分配しているんですが、甘く入ったスライダーをうまく打ち返しました。同点タイムリー。さらに1塁3塁から5番のジョンソン、初球を狙いました。あわやバックスクリーンかという当たり。しかし犠牲フライとしては文句なし。これで阪神が勝ち越しです。6番矢野のヒットで一塁三塁とチャンスが続いて7番の檜山を迎えるんですが、このねセカンドの、ね、守備位置がね1メートル深いんですよね、うん、でこの詰まった打球でね、打球が弱い分このゲッツー取れないんですよね、まあ、今くらいの、ね、打球でもゲッツー決められるようにねもう少し浅めに守りたかったですよね。この3点目は防ぎましたね、はい。さて7回です。広島中軸の反撃に対して必死の継投の阪神は3番手田村が前田にヒットを許して1塁2塁の後、4番手の伊藤は江藤にフォアボール、ワンアウト満塁です。ここでマウンドに遠山が登場するわけです。野村それから金本に対するわけですが、このね遠山のね度胸の良さとコントロールの良さですよね、まあ、インサイドにねきっちり投げてからですねこの外のスライダーいいところに決まりますよね。ちょっと打てませんよね。これで2アウトです、金本に代わって右の松田が出てくるんですが、そうですね、このね松田もね外野フライに抑えるんですけれどもね、まあ1点はねこのしょうがないところをですね0点に抑えたんでですね、この試合を決めたと言ってもいいと思いますね。この回広島三者残塁、まあ、今日はここで勝負が決まりました。阪神は8回にもジョンソンのタイムリーなどで2点を追加、福原リベラとつないで連敗を脱出しています。